どうもお疲れ様です。吉谷さん、ショート動画ですか？ショート動画が始まったのが2月ですか？でもそれまでもショート動画って投稿はできたんですよね。収益化が2ヶ月ぐらいからだったんですけども、やっぱりね、2月を過ぎるとショート動画が激化して、その分だけアクセスが分散しましたね。昨年の10月とか11月とかのショート動画って、どんな動画でも1万とかって、その1時間後に行ったんですよ。今は多分1日経っても1000とかがやっとじゃないかなと思うんですよ。まあそれでもすごいですけどね。あとショート動画の使い方って様々で、実はショート動画から動画本編とか、まあいわゆるね、普通の動画に流れてくるっていうのはほとんどないんですよ。ほとんどないんだけども、でもないわけではないってとこですよね。まあでもぶっちゃけ厳しいですよ。ショート動画オンリーの視聴者さんに対してロング動画っていうのは受けないわけなんで。ただまあ本当にいろんな切り口があって、このぐらいできませんかっていうのは確かにね。それからショート動画専門の YouTuber っていうのもこれからどん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 出てくると思いますし、1億円稼ぐ人なんていうのもね、用意どんで誰が一番最初に1億円稼ぐでしょうかみたいな感じじゃないですかね。ちなみにショート動画で私がね、受けたなと思うのが、セブンイレブンでコーヒーを頼んだ時に、爆発セブンイレブンみたいな感じでね、やっとくんですよ。何が爆発か分かんないんですけども、結局それは何も起きずにコーヒーを最後まで抽出するみたいなところだけなんですけどもね。でもこう湯気がパーッと上がるじゃないですか、寒い時期だったんで。あれを爆発に模したんですみたいな言い訳は作っていたんですよ。まあ当然コメント欄荒れますね。何がどうなってんだって、何が痛いんだとかね、ふざけるなとかね、でもアクセスは集まったと。あと寿司屋に行った時も、回転寿司に行った時も、バカッタ現るとかね、バカッターのいない寿司屋、バカッターがいるかどうか点検しに来てみたいなタイトルで、あとは寿司のレーンが回ってるところね、もうワンパターンで撮ってるだけ、何も起きてないわけですよ。そういうふうに何も起きてないところにも人は期待して集まるっていうね。特にバカッターがすごくブームだった時だったんで、乗っかってですね、何も起きてない回転寿司のシーンを撮るというタイトル釣りですよね。もう一気にこれはね、集まりましたね。もう今やってないですね、なんかね。ショート動画一生懸命やるってことはない。まあたまに上がりますけども、やっぱ子供と遊んでる時にプラレールのシーンとかってのはものすごくアクセスが集まりますね。おもちゃとかが、すごくいいなと思います。あとはそうですね、ちっちゃいドールちゃんですね、こういうのでショート動画を撮っても集まります。例えば見えたチラリとか言ってからね、なのに集まるんですよ。なのにチラリですよ、これなんだっちゅうんだって。これがね、お疲れ様です。